はい、どうもヒロでーす。今日は仙台から Vlog をお届けしたいと思います。サウンドオブデスボリューム85、はい、終了しまして、今楽屋でね、ワイルドフロンティア皆さんと、ヘッドホンプレゼントヒロとアンザでちょっとうちのメンバー他どっか行ってますのでね、あれですけどお送りしたいと思いますけども、いやデスク本当にいつもありがとうございます。いやいや、こちらこそでござるよ。どうもありがとうございます。85回目っていうことでよくやってます ね、仙台のメタルシーンを盛り上げるために本当にデスク。ノースポンサーです。あのスポンサーの皆様、もし仙台でね、はい、もっと音楽をちょっと広めたい、そうですね、熱くしたいっていう方はぜひデスクのところにスポンサーお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。でも口は出さないでくださいよ。それあるんかな、そういう人が。金だけ出せと、うん、そうですね、はい、できればありました。でもね、久しぶりに仙台来れて本当に嬉しかったです。11ヶ月ぶりですね。あ、11ヶ月まだ1年未満で、ちょっと経ってないですよ。経ってないですよ。結構昔のような感じするけど、うん、でもね、デスさん一時ね、入院されて、一時とか2時ぐらいだったよね。どうなっちゃうのかな、心配でしたけど、げっそり6キロ痩せましたよ。あ、本当に。ちょっと確かにちっちゃくなった、うん、お尻とか拭きやすくなりました。あ、そうなんですね。それ言っていいの？前はお尻拭けなかった。前はね、一人まんじ固めみたいな格好で。一応ちょっとね、あれですけどね、食生活ね、見直しましょうね、これを機にね。そうですか、はい、ラーメンは控えてますよ、うん、そうですね、唐揚げもね、唐揚げも控えてますね、うん、またね、健康第一で頑張ってもらって、はい、また呼んでください。あ、もちろんですとも、うん、で、あれ、次回はいつですか？次回いつ頃がいいんですかね。いや、そうじゃないです、今度のサウンドオブデス86回目、86回は再来週の土曜日ですね、9月11日、9月11日、あと9月25日、はい、9月25日、9月2回目なんだ。あと、すいません、なんか10月23もやっちゃう。あ、そうなんです。なんか日付的になんかちょっと言いづらい日付ですけど。じゃあ、情報出てるのあれば概要欄に貼ってあ、本当ですか、はい、あ、全部出てはいますね、はい、一応、はい、まあ、ぜひね、チェックしてみてください。仙台も盛り上げるために一生懸命デスクも頑張っていらっしゃいますので、はいはい、ぜひぜひ、遊びに来ていただきたい。よろしくお願いします、はい、お願いします。ということでね、仙台マカナさんの楽屋から今日はお送りさせていただきました。ワイルドフロンティアの皆さんでした。ありがとうございます。また呼んでね、デスクー、はい、おーい、了解です。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。